どうもこんにちは、小屋のレッスンは、今回なんですけどね、あのフォロワーさんと一緒に僕のね小屋のチャンネルのファンと一緒にね、競艇をね楽しもうということでね、まあ、このね、罪を背負ってるね母強い子とね、むしろねあの父母に迷惑かけてるね、むしろ背負われてる側なんですけどね、ちょっとボートレースの尼崎でね、ちょっと今一儲けして何とかして学費に当てたいかなということで ね、頑張っていこうかなと思いますね。もともとね、もうボートレース企画はね、あの、視聴者のリクエストでもあったのでね、視聴者のリクエストで、やむをなく、ね、やむをえぬに行くということでね、はい。ということで、フォロワーさんね、とね、まあ、5000円勝負。まあ、今日は確か、G1 のね、まあ、なかなかでかいレースのね、準優先があるので、まあ、それでね、5000円単位でちょっと勝負していこうかなということで、よろしくお願いします。人生ね。罪背負いのね、私ですけど、まあ、まあでも勝てるから勝ちは問題ないんですよ、ギャンブルね。ってことでやっていこうと思います。競艇のね、当て方のコツ皆さん伝授しようと。で、競艇はね、もう1号艇買っときゃいいのよ。ね、1号艇を買っとけば、もうね、当たるスポーツ、ね、6艇しかない。で、しかも1号艇が勝つスポーツなんですよ。もうこんなのは、もう外さないやろ。もうだって、もう1号艇、先頭にしときゃ当たるスポーツなんで。だから、深く考える必要性はないんですね。1号艇買えばもういい。もう、こんな簡単な、まあ、あるわけないやろ、こんな簡単なギャンブル。ね。もう今まで競馬とかさ、競輪とかやってたけどね、もうなんだかんだ言って7頭とかね、18頭とか当たるわけないんだよ。もうね、1号艇買っときゃいいのよってことで、今日はね、バチコイね、こうフォロワーさんが今撮ってくださってるんですけどね、貸したいかなっていうふうに思うので、ガッテム。頼む、島村まくれまくれ、島村まくれまくれ、バスカードまたは投票券を入れるか支払い生産ボタンをお金を数えています。ありがとうございます。お金をお受け取りください。まくるよ。いいんじゃない、はい、オッケー、これ2つ完璧だよ、オッケー、オッケー。じゃあ、立て田川、あー、いい逃げ、まあ、モーターいいから、まだくれる、まあ、1、2、4でも全然いいや、1、2、4でも全然問題ないっすよ。オッケー、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 オッケー。いやーさ、いや、4人刺されんだ。
1号艇は1号艇から帰というね表現が当たりました。まあガビでもね、まあ、当たらないよりか全然いいのでね、いいでしょうということで、はい、ね、スタート OK のね1号艇、2号艇、ね、はいね、1号艇はね、1号艇買っときゃいいのよということで、当たりでございます。シャーッ、小屋のリレーション、シャーッ。ガビやけど、ガビやけど、まあ、お金を当たり当たりや、ダミやけどな、ありがとうございます。絶対逃げろよ、絶対逃げやぞ、逃げやぞ、逃げやぞ。多分8000円くらい買ったんですけど、あ、違う、何円かな、ここに多分僕の収支は載ってるんだけど、マスキさん何円ですか。僕は、投資、5000円の回収ゼロです。イエーイ、勝ちました。ね、まあこんなもんですよ。あ、これがギャンカスの意地ってやつですよね。まあそんな簡単にね、こうね、競輪もね、競馬も外しまくってるけどね、もう6号艇6つしかねないんだから、こんな簡単なギャンブルあるわけないやろってことで、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。気持ちいい。